始まりました。アニプレックスネクスト MC の前野智明です。同じく MC の茅野愛です、この番組ではアニプレックスの最新アニメやゲーム、グッズなど様々なジャンルの新着情報をお届けいたします、アニプレックスネクストは動画番組とラジオ2つのコンテンツでお楽しみいただけます、動画番組は7月に続いて2回目の配信となりますよ。2回目ですか。そう、放送初回ね、皆さん見ていただけたんでしょうか、さて本日のラインナップはこのようになっております。10月スタートテレビアニメ紹介、新作アニメゲストトークパート1、新作アニメゲストトークパート2、神様になった日、さくらあやめさんからアニプレックスネクスト限定コメント、アニプレックスネクストナビ、以上のラインナップでお送りいたします。まずは10月から放送するテレビアニメ5作品の CM をご覧ください。どうぞ。ヒプノシスマイクディビジョンラップバトルライムアニマ、10月放送開始。第909戦術機体前期出撃。ここが見せ場だ。前段打ち尽くせ。わかりました。了解。オッケー。3度きりの魔弾テルビング。リーナ安心なさい。殺しはしないから。ミユキ、あなた私に勝てると思ってる。シリウスの名を与えられたこの私に。魔法加工校の劣等生、来訪者編。我は全知の神である。よし、ではここいらで神の本領発揮といこうかな。この子一体何なの。わしの全知の力信じるがいい。海藻侍、10月10日スタート。以上、10月放送の新作テレビアニメ CM でした。初回放送日忘れずにチェックしてくださいね。いや、短い時間にも気になる情報がたくさん詰まっていましたね。茅野さん、何か気になる作品ございますか。ヒプノシスマイク。ヒプマイですか。あれちょっと気になりますよね。いや、ヒプマイはすごい作品ですよね、僕もあの注目してる作品の一つですね。やっぱりあの楽曲のクオリティも、ね、非常にすごいですし、キャラクターの個性も、ね、際立ってますし、非常に面白いコンテンツだなと注目してますね、続いては10月スタートのテレビアニメからこちらの方にお越しいただきました。戦欲のシグルド・リーバよりクラウディア・ブラフォード役を演じられている山村ひびくさんです。皆さんこんにちは、ワルキューレ戦欲のシグルド・リーバにてクラウディア・ブラフォード役を演じさせていただいております、山村ひびくです。よろしくお願いします。お願いします。今日は戦欲のシグルド・リーバの魅力をたくさんお伝えしていいということで、全然お願いしますよ、はい、今回は、私が MC のお二人そして視聴者の皆さんに戦欲のシグルド・リーバの、見どころを3つに絞ってお伝えしていきたいと思います。はい、お願いいたします、まず一つ目は、豪華スタッフが集結、シリーズ構成脚本に、長月達平さん、そしてキャラクター原案に藤間拓也さん、そして世界観設定、設定交渉に鈴木孝明さんと、もう巷ではアニメアベンジャーと呼ばれて、いるとかいないとかっていう、もう素晴らしい方々が、作ってくださっております。長月さんらしいというか、どんどん引き込まれていく、あの展開になっていますし、そこの世界にまたこの鈴木さんのこうリアルなこうミリタリー設定だとか、でさらに藤間さんのこう魅力的なキャラクターがさらにさらに世界をこう盛り上げていっているというか、一生懸命生きている姿が描かれていて、最強のミリタリーアニメになるんじゃないかなと思ってます。なるほど。それでは2つ目のポイントをお願いいたします。2つ目は魅力的なキャラクターです、
このお話はですね、ピラーという、はい、敵性存在が登場してくるんですけれども、そのピラーという敵に対抗するために、うん、オーディンというですね、神的な存在がまた出てきまして、そのオーディンから力を授かって、普通の女の子がワルキューレという特別な力を持った存在になるんですね。で、そのワルキューレたちがピラーと戦っていくっていうストーリーなんですけれども、うん、そのワルキューレたちがですね、本当さまざまなキャラクターがいて本当に魅力的なんです。かわいい本当にかわいいです、うん、みんな、うん、山村さんが演じられているクラウディア、こちらどういったキャラクターなんですか？世界に9人しかいないと言われているネームドワルキューレといって、めちゃくちゃ強くて、なんかすごいクールでかっこいいんですけど、こうちょっと天然なところもあったりとかして、とってもクラウかわいいなって思うところがたくさんある素敵なキャラクターですね。なるほど。そして実はこの番組の MC でいらっしゃる茅野さんも出演されてるんです。そうなんですか？そうなんですよ。実はこの今うんうんとか言ってたけど、はい、私演じてるのはですね、ルサルカ・エヴァレスカという役なんですけど、はい、司令官なんで。司令官なんや、はい、欧州の基地の方の偉い方こんな感じです。偉い人、はい、偉い人、めちゃめちゃ偉い人です、はい。他にもワルキューレを守る存在として、はい、シールド隊っていうあのキャラクターが登場するんですけれども、はい、そちらに、中村雄一さん、杉田智和さん、はい、そしてマフィア梶田さんっていう、マフィアさんも出られてる。そうすごい3人、ね、じゃあ結構男性キャラも豊富に登場されるんですね。そうですね、かなりもう男性キャラクターがこのワルキューレの女の子たちを底力で支えるみたいな、うん、本当に、はい、心がほっこりしたりしますね。それでは最後、3つ目のポイントをお願いいたします。3つ目は圧巻の戦闘シーンです。戦闘シーン、はい、あのタイトルに戦翼のシグルドリーバと戦翼っていう、うん、あの漢字がついているんですけれども、うんうんうん、女の子たちはあの英霊機というあの戦闘機に乗って戦うんですけれども、はい、こちらも特別な戦闘機なんですよ。英霊機、はい、神的な力がなんか備わっているんですね。だからもうシールド隊のこう高性能の戦闘機よりもはるかに高い戦闘能力でピラーと戦うっていう、目の前の空で戦いが広がっているような感じがして、本当に楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。はい、ありがとうございます。山村さんにプレゼンしていただいた3つのポイントに注目して本編をお楽しみいただければと思います。じゃあここからは響ちゃんがどんな人なのかっていうのをお話ししていきたいなと思います。気になりますね。前野さんとは共演されたことはあるのかしら？ ありますし、僕らはもうだるまさんが転んだや鬼ごっこをした中で幼馴染とかじゃないですよね幼馴染じゃないですよ。なんかの作品でとか、はい、以前キズナイーバーっていう作品がありました。そうですね、それでご一緒させていただいてて、はい、いい季節で、うん、みんなで公園に行かないなんて流れになって、うん、あのカジ君とか、ね、寺崎さんとかサドリナさんとか、そうたるメンバーで信長さんとかもいましたもうやろう遊ぼうぜってなってね。そうなんです、結構なんか大所帯で、うん、公園でだるまさんが転んだを大人たちがやっていて、すごい。そうなんです、やっぱみんな声優だから非常に声が大きいですね、うん、茅野さんとはいかがなんですか？がっつりちゃんとお話しするの初めてに近くて、ね、なんかシグルドリーバでご一緒させていただいて、うん、もうまたすごい嬉しかったんですけど、一話すごいセリフが多くて、うんうん、集中してるのがもう伝わってきてたから、うん、もうでも本当に茅野さんはいつ見ても本当に可愛くて素敵で、私はいつもこう見ながらあのちょっとドキドキしてましたドキドキしてた、すごくドキドキされていたと。シグルドリーバの作中には、まあ、さっきお話ししてた英霊機っていうのが登場するけど、うん、もし英霊機に乗れたらどこに行きたいとかありますか？ワルキューレの女の子だったらこう自在に動かせる、うん、どこでも行けるの？そういう設定なので、うん、
こう生身では到底いけないような高層ビルの隙間をこう戦闘機でこう縫っていく、映画とかで、ね、あるよね、そういうね、それがすごい楽しそうだなって思うのと、結構怖くないの、そういうのは結構絶叫系とか、怖いですね、怖いんだったら多分無理じゃないかな。やっぱどうせなら体験したいみたいな。あ、なるほど。いや、夢が広がりますね。広がりますね、こういう妄想話大好きです、はい。山村さん、最後に視聴者の方に一言いただけますでしょうか。はい、戦翼のシグルド・リーバー、本当にですね、あの戦闘シーンも魅力的ですし、さまざまなキャラクターたちが本当に立山の地でですね、もう精一杯生きている姿をもう鮮明に豊かに描かれている作品となっておりますので、ぜひ、最後まで見届けていただけたら嬉しいなと思います。どうぞよろしくお願いします。お願いします。ということで、戦翼のシグルド・リーバーから山村響さんにお越しいただきました。山村さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。今回はもう一方、素敵なゲストさんをお呼びしております。ダイソー侍から新垣丈太郎役の浪川大輔さんです。新垣丈太郎をやらせていただいております、浪川大輔です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。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 ダイソー侍、はい、知ってます。ダイソー侍伺っていますよ。知ってます。すごい作品だと。知ってます。はい、あの PV 見させていただきました。そうなんですか、はい、ありがとうございます。じゃあちょっとどんな内容か、前野くん、浪川さんとね、小野賢章くんや梶くんが出演されるという非常にアクロバティックな作品だということは伺っているんでね、今日はぜひ浪川さんにアクロバティックな解説をお願いしたいなと。あの今頑張ってもらったけど頑張ってないです。オリジナル作品なんですよ。ですよね、うん、なので、はい、体操侍にハマってもらいたいということで、私から3つのポイントを持ってきて覚えてもらおうと思ってプレゼンしに来ました。ああ、もう本当に本当にもうね。ということで、まずは主人公のバックグラウンドについて。バックグラウンド、はい、ということでね、うん、ちょっともうちょい乗りよくていいんだよ行きましょう行きましょう。あのね、まずですね、私が演じますのは29歳の体操選手でございます、はい、名前は新垣丈太郎って言うんですけども、はい、まだね現役を続けたいけど、はい、思うように演技ができず、演技ができない、浪川さんそうなのよ、はい、これ思うように演技ができない、はい、引退を勧められちゃうんですよ、演技がうまくできなくて引退勧められちゃうんですよ。すごいところが始まりますね。声優の話じゃない、これ体操の話じゃない、声優侍じゃない、はい、でこの設定だけで、はい、うん、グッとくるところはあるんですけども、まあ、そこから、まあ、いろんな出会いがありまして、はい、というところから物語がスタートする。になる、確かに。浪川さん、台本ご覧になった時どう思われますか。正直、はい、あのオリジナルで先が僕もわからない状態で読ませていただいたんですけども、これね本当に面白い。これはみんなが言ってる。何が面白いかっていうのはまたポイント言いますから、焦らないでください、前野さん。わかりました。そんなに急がない、急がせない。その2つ目のポイント、ぜひ教えてください。はい、ズバリ、躍動でございます。躍動、はい、躍動ですか。まあ、アニメで体操っていう、はい、ところがね、まあ、珍しいかなと思うんですけども、はい、これはねさすがのアニメ制作会社、はい、ユーリオンアイスって知ってます。大人気アニメ、僕出てます。スケート靴役、いやスケート靴役じゃない、僕あのミケーレ役、ミケーレっていうキャラクターで出てますか出てますよね、はい、出てます。あれを作っている、はい、マッパ、マッパさんですね。マッパさん、はい、これがね体操の躍動感を完璧に再現してるんです。でさらにですね、アニメならではの視点、うん、あの体操ってよく皆さんオリンピックとか大会とかテレビでとか見たことあると思いますけど、はい、ちょっと引きの絵だったりとか、はい、確かに逆に体操選手の主観みたいなものとか、確かに鉄棒のあの回ってる瞬間とか見たことない。そうそうでしょ、これがねアニメの表現としてこれ可能になってますんで、はこれはねすごい見どころですよ。これ体操アニメ大変だと思いますよ。浪川さんはじゃあ、もともと体操自体は見られてたんですか。体操好きですよ。体操好き、はい、見てました。結構じゃあこのアニメが始まる前からもその体操の種目とかには、はい、注目してましたね。はい、運命的ですね、ちょっと役との出会いも。そうでしょうね、うん、何なの、なんかちょっと長さなんか2人とも絡みづらいみたいな感じになってません、ね、大丈夫ですか。今作はあの体操選手の内村航平選手から応援コメントもいただいているんです。これ見ましたよ、このヤフー記事を。あ、本当ですか、はい、あすごい作品だなと思いましたもん、本当に。まあ、内村航平選手がですよ、はい、もう本当にね世界的な体操選手がなんと体操侍を応援してくれてるということで。なるほど。そしてでは3つ目のポイント、こちらはどんなところですかね。まあ、これちょっとね1つ目2つ目聞いて、はい、ちょっと意外かなって思うところもあるかと思いますけども、はい、いいですか。もちろん。かえなちゃんやります、なんだったら。やりたかった。あ、本当でやりましょうか。やるわ大丈夫、本当にやってくれそうだから。いきます、はい、笑って泣ける人間ドラマ。
ちょっと予想外じゃないですか。体操だけじゃないんですね。じゃあそうなんですよ。笑って泣ける、僕がやってる新垣丈太郎っていうのは、はい、まあ、家族構成も含めてなんですけども、はい、娘がいるんですよ。ちっちゃい可愛らしい娘、ね、レイちゃんっていう、はい、レイちゃん、それがね、男で一つ、はい、で育ててるんですよね。それで、うん、その家庭に、はい、なんとレオナルド、レオナルド、急にカタカナレオナルドは何なんですか。そうですね、レオナルド、謎の少年。あのレオナルドに関してはちょっとまだ言えないんですけども。じゃあレオナルドは絶対何かしら深く物語に関わってくるってことですよね。そうですね、体操以外にもそういう人間関係とか心の葛藤なので、笑いあり感動あり、そしてさらに熱さもあります。熱さもある、熱いスポーツですからね。これ本当にね、面白いです。さらに今日はですね、はい、10月3日に放送する体操侍放送直前特番の詳細をお伝えに参りました。なるほど、いいんですか。驚きの情報お願いしますよ。いいですか、はい、まず浪川大輔が出演します。まあ、おお、そしてですね、はい、MC はなんとなんとハライチの岩井さんです。あ、岩井さん、岩井さんアニメお好きですもんね。岩井さんね、詳しいですよね、本当にね。そしてですね、なんとね、体操選手をお呼びしてのトーク。え、体操選手、まさか。そうなんですよ。翌週からの放送が楽しみになるような、もう見たいなって思うような内容になってますので、はい、ぜひ皆さんチェックしていただければ嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。はい、さらに作品に関して、はい、もう一つ発表がありますけど、もうよろしいでしょうか。はいはい、ぜひぜひ。なんとですね、はい、あの芸人さん、あの芸人さん、はい、テレビアニメ体操侍の宣伝隊長になってもらいました。お、宣伝隊長、あの芸人さん、どなた。なんとですね、オラキオさんです。アンバサダーになっていただくんで、作品の、体操について、そのオラキオさんが勉強できるような、うん、体操の勉強ができるような動画、うん、なるほど、などもアップしていきたいと思いますので。素晴らしい、はい、まあ、真面目な要素だけでなく、笑いも取れるみたいな感じの内容になりますので、ぜひそちらの方も本編の他にもチェックしていただければ嬉しいなと思います。面白そうですね。盛りだくさんですね。そうなんです、体操侍非常に楽しみです。体操侍の収録中で何か起きた出来事で印象深いものとか。体操侍の、まあ、テイストとしてちょっと一昔前の話なんですね、うん、その時に流行ってる歌とか、オマージュ的な感じが。なるほど、そうなんです。娘のレイちゃんとレオナルドが結構ね好きなんですよ、そういうオマージュするのが。なるほど。なので大先輩の声優さんとかの声真似とかもしたりするんですけど、はいはい、攻めてますね。うわ、大変ですね。大変でしょ。攻めてますね。まあちょっと細かいお遊び的なところではありますけども、僕が昔子役の時にやってた吹き替えを、はい、その映画のオマージュがあって、どれだろう、どれ、あれかな、レイちゃんが逆にそのセリフを言ってくれてるシーンとか。すげえ、夢のコラボや。これはね、嬉しかったですね。どれかな。そうなんだ、うん、なのでちょっとこれはちょっとオンエア見てチェックしていただきたいなと。楽しみですね、はい、ありがとうございます、はい。いろんなお話をお伺いしてきましたけれども、そろそろお時間が来てしまったということで、はい、浪川さん、最後に、視聴者の方に一言メッセージいただけますか。はい、ありがとうございます。これはまあオリジナルなのでね、なかなか全部は言えないところではありますけども、ぜひぜひ皆さん、もうこれしか言えないんですけども、見ていただいて、確かめていただければ嬉しいなと思います。10月10日テレビ朝日系列沼アニメーションで、絶賛放送しますので、何卒よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ということで、体操侍から浪川大輔さんにお越しいただきました。浪川さん、お忙しい中本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ここで神様になった日より主人公ひな役の桜あやねさんから、アニプレックスネクストをご覧いただいている皆様限定の特別コメントが届いております。では早速ご覧いただきましょう。どうぞ。加山さん、前野さん、こんにちは、神様になった日でひな役を務めます桜あやねです。ですね、神様になった日という、新作アニメーションなんですけれども、前田純さんのですね、こう新しいオリジナルアニメーションとなっておりまして、相変わらずの前田節と、それから前田さんがご自身で原点回帰というふうにおっしゃっている新しい前田さんの一面
とロコハイブリッドという、非常に何だろう、期待できる、自分で言っちゃう、期待できる新作となっております。その中で私はヒナという女の子を演じるんですけれども、自分を神様だというふうに自称する女の子で、それだけ聞くとちょっとやばいやつなんですけど、PV を見ていただくと分かるのですが、非常に可愛らしい女の子です。まあ、でもやばいやつです、はい、でもなぜ彼女がねそんな風なことを言っているのかっていうことはぜひ本編を見ていただきたいなと思うんですけれども、ちょっと作品のことをねご説明したところで、突然ですけれども茅野さん、前野さんにクイズがあります、作品内で私が演じるヒナがですね、主人公の少年鳴上陽太へ、この世界はあと〇〇日何日で終わると宣告をします。さてその世界が終わるまでの日数は何日でしょうか。1、7日、2、14日、3、30日、4、60日。はい、4択です。ぜひお答えください。はい、ということでね、さくらさんからねありがたいコメントいただきましたけどもね、いやー嬉しいですね。嬉しいですね、こういう風にね、なんか我々にクイズみたいなものも出して去っていきましたけど、本当にこれでも私たち、そうね、次の配信分のアニプレックスネクストラジオ で、はい、ラジオで、ね、実はねちょっとね触れたりしてますからね、はい、1が7日、2が14日、3が30日、4が60日。そうです。じゃあ行きますよ、せーの、3。さあ我々のこの予想は合っているのかどうか、それでは正解をさくらさんお願いします。さあお答えいただいたでしょうか。正解は3の30日でございます。さあ当たったかな、どうでしょうか。まあでもこれもご縁なので、ぜひお二人にも本編見てほしいなというふうに思います。そして皆様にも、ぜひ本編最後までお楽しみいただけたらと思います。ということで神様になったひひな役の桜井芽でした。バイバーイ。30日、いやもう予習というかした甲斐がありましたね。さすが我々ですね、はい、もう MC として完璧なこの立ち回りね、はい、ということで、ね、本当にさくらさんありがとうございました。ありがとう。衝撃的な展開からスタートする神様になった日は10月10日土曜日より放送開始です。皆さんぜひご覧ください。ここからはアニプレックスの最新情報をお届けするネクストナビです。まずは2021年1月から放送される新作テレビアニメ情報です。宇都宮浩子、大河内一郎、ボンズの最強タッグによる青春オリジナルアニメーション SK8 が2020年1月より放送決定です。続報をお楽しみに。前野さん、はい、私事で大変恐縮なんですが、何どうしたの？今年声優業10周年、うん、おめでとうございます、はい、10年目になりまして、はい、2021年の3月10日水曜日に発売決定となりました、はい、茅野愛テンスメモリアルブック&ミニアルバムという商品を作らせていただいております、うん、なんか毎日ラジオなんかもやらせていただいてて、すごい、ちょっと YouTube で、うんうん、センスアニバーサリーのチャンネルを持たせていただいて、楽しみだね、やってたりしますので、うん、ぜひチェックしてみてください。お願いします。
ということで以上ネクストナビでした。それぞれの詳細はアニプレックス公式ホームページなどでご確認いただけたらと思います。さてアニプレックスネクスト本日はここまでとなります。ラジオの方も配信中ですのでそちらもぜひお聞きください。この後の PV 集もしっかり皆さんチェックの方お願いいたします。それでは皆様今回もありがとうございました。せーの、アニプレックスネクスト。武力が支配し血を流す悪しき流れは終焉を迎え、言葉の力が支配する時代がやってきました。さあ手にするマイクで力を示すのです。ここに第1回ディビジョンラップバトル開催を宣言いたします。バスターブルースかますぞ。俺様の番だな。はいはい、今行くよ。興味深い戦いになりそうですね。待たせたな。ジロー、サブロー、行くぞ。バスターブルース、さっきでは違うよりも濃い違う、間違いない荒ぶる帽子、最強の二神頭、スーパーツーハンパーなくなったバスでもぶんだから、どんな顔してもギリギリでバンバン丸ぐる祭りが来る。いい加減だるい言い訳が散見、まして決めんのが運で溶けたやつの残念。使えない歯が陰性でマンガバスター、まるでチップのクレープ、カメロ色の連鎖はフェイク、全然イケてないその半端な質を舐めるぜ。モロモロモラ主文超売握手みたいな文学商売、運が勝負決める、テール切って捨てるカードステア、因果応報のアームホール放り込んでも湧いてくる、因果合法の暴力装置と解釈を背徳、絶対足りないこと、足りないもの、足りないドラマでバイ、月曜日は月曜日、火曜は怒りを覚悟しとけよバトル。ヒプノシスアクション and コラクション、バスケとバスリリース、ノーティラスノーモーグリシューライ、イグニション、このエンドレスゲームの果てが世界の終わりでも抗い続けるぜ、ディビジョンラッバトルで。欧州最強のワルキューレの一人、シュベルトライテッカ。ったく、上は何を期待してるのやら。そう、おかしな基地なんだよ。ゆるい指令に来やすいバカたち、頑固職人にずかずか入ってくる民間人、ここはおかしな基地だ。じゃあ、お前は？ん？お前も訳ありなんじゃないか？きっとすぐにわかる。損耗率 99.9%、 私は死神だ。レーダー反応、全長身確認。縦山沖7040キロ。私の44は準備万端、いつでもいける。さすが、愛してる。飛んでこい、グラジエーターの戦を止め、翼を見せてみろ。第909戦術機体前期出撃。ブレイド1に続け。了解。今だ。勇者砲、いきなりファイヤー。こちらアノニウム、絶対に落ちるなよ。ああ、全速全開でいきます。改造弾頭、えぐれて飛び散れ。ここが見せ場だ。前段撃ち尽くせ。わかりました。三度きりの魔弾、ここが使いどころだ。くらえ、テルビング。ねえねえ達也くん、昨日のニュース見た？ニュースって吸血鬼の？アメリカでも似たような事件が起こってるんだって。東高から吸血鬼事件の被害者が出たわ。
1年 E 組の西条レオハルト君よ。多分レオが遭遇した相手は。師匠、今この世のものならざる者の目とおっしゃいましたが、僕たちが相手にするのは人間ばかりじゃないよ。なぜ USNA は切り札ともいえるシリウスを投入してきたのか。わからないな。 USNA は一体何を考えているのか。達也、なぜ劣等生のふりなんてしてるの。どうやら本物の化け物みたいね。何をするの、エリカ。そろそろ茶番はやめてもらいたい。私の素顔と正体を知った以上、スターズはあなたを抹殺しなければなりません。そんなことはさせないわよ。リーナ、ダンシングブレイズ、ディセラレーションゾーン。リーナ、君は軍人としては甘い。上等じゃない。だって全力で叩き潰す。達也、もうあなたに勝ち目はないわ。魔法科高校の劣等生来訪者編。全知の神である。まず神の存在を疑ってるのだけど。まだ信じておらぬというのか。よい、力とは何か思い知らせてやろう。別にどうでもいいけど。よくない。人を見た目で判断してはならんぞ。まあ人ではなく神じゃが。分かっておる。お前の質問はこうじゃ。お前は何者じゃ。そりゃそうだけど。だから最初に言った通りじゃ。我は全知の神である。もしかして迷子ではない。わしは自らの意志でここに来た。とにかくわしに任せておけば大丈夫じゃ。不安だ。わしの全知の力、信じるがいい。誰だよ、そのキテレツな格好したやつ。ナルカミ君には神様の知り合いがいるの。打天使で行き、賞が取れるかもしれないし。なんと神様さん、やったぜ。神様は成功だったんだよ。アクション、ちょっと。チャラリと当たったら。ホーリーエンジェル入りました。この子の力を信じろって言うの。貴様といると退屈しなくて済みそうじゃ。受験？勉強？そ、高三だからね。無駄じゃぞ。え？勉強したところで無駄じゃと言っておる。どうして？30日後にこの世界は終わる。何もかもが新鮮であった。毎日がキラッキラしておった。このクラブにお前の居場所はない。貴様は体操界の恥なんだよ、クソが。
選手のままじゃレイを大事にしてやれないんだとしたら、俺は選手を辞める。やっぱりお父さんは体操やってる時が一番だね。そうだな。負けたら体操をやめろと言ったはずだ。とぼけるつもりか。お願いします。もう一度だけ、もう一度だけ一緒に戦ってください。お願いします。楽しんだもの勝ちさ、未来は